まあ、思ってた以上にローンは上がったんですけど、まあ、昨日の午前中のが本当暑くて、午後まあちょっと涼しい状況で、で暖かい路面でどうかっていう方向で昨日の2本目の走行のセットを進めてたん で、まあ、それがしっかり、機能した形 で、まあ、暑いからといってアベレージも下がることなく淡々とこなせたんで、まあ、マシンの仕上がりとしてはかなりこうライダーも負担がなくいけてるんで、明日の決勝非常に楽しみだなっていうふうに思ってますけど、はい、まあ、自分の自己ベストが3年前ぐらいに出た5秒5テスト中にが自己ベストだったんで、まあ、それを上回りたいなっていう気持ちはあったんですけど、ちょっと空回りしちゃって、まあ、ミスある中でも、まあ、5秒の後半が出たんで、まあ、それはそれでよしとして、まあ、レコードがねかなりこうかけ離れてるタイムなんで、なかなかそれをこうもちろんね目指しては走ってはいましたけど、まあでもポール取れて、まあ、前半の3戦を考えればね、こうやって入れるんで、まあ、非常に気分はね悪くないですけどね、はい、うん、まあ、もともとここはね抜きどころも少ないですし、で周回遅れもかなり早い段階に出てくるんで、やっぱこう予選の順位としては1列目スタートを目指してたし、まあ、それが確保できたんで、まあ、あとはしっかりそれを、30周ねしっかり走り切って、まあ、もちろんその今言われたようにレースを引っ張ってレース展開を考えていきたいなというふうに思いますけど、はい、